小五男子の浜学園生です。夏休みにされていた苦手分野の克服法について、具体的に教えていただけたら嬉しいです。うん、まあ、苦手分野は、えー、っと、それぞれ、まあ、まあ。一番苦手なのは社会かな、社会とか。 社会でしたかね社会はね、やっぱりね、あの1人でやってももう面白くないしね、あの苦手なんですよねで、うちの子なんかでも、例えばチリなんかでね、あの鉄鋼の生産高を今年例えば1位が、もう忘れましたけど、1位が例えばアメリカで、2位が中国で、3位がどっかとかで言ってるのが、それがまた出るんですよ、テストにそのまんま。だからもう、覚えてねって言うけど、子供はなんか、いやいや、これ、来年違ってるんじゃないみたいな、順位がねって。<laughs> ら今年は覚える必要なくないとか言うんです。いや、そういうへりぐはいらないから、とりあえず今年はこれ覚えてよとか、入試出るんだしとか言ってたら、いやいや、だからもう来年変わるようなものをね、なんでそんな苦労して覚えなくてあかんねんとか言って言って,てね、もうそれク理屈、確か、私も確かになぁ、みたいな、そういうこと考えるんだって、もう何も考えなくて、覚えればいいのにとか思ったけど、 いやいや、来年から変わるのを覚える必要ないだろうみたいなこと言って、そういうこと言う子だからって言う子たちだからね、なんか、ななか、なか社会なかなか覚えなかったりするんですけどね。だから歴史とかすごいね、なんでこいつこんなことすんのみたいなことを言って、理屈して、なんか覚えたりとかしてましたけどね。だからな、結局はでもまあね、その点数はやっぱりそこそこ取らないといけないので、あのー、まあ、も、あのー、なんか、結構、なんていうか、浜受けの問題を、えー、持たせて、で、問題の中にこう書き込まないでね、 その問題を持たせて、私が答えを持って、一問一答みたいな感じで、社会はやってました。で、まあそう、まあ、社会も慣れですからあの、まあ聞き、聞き慣れた言葉がたくさん出たらね、なんか問題解きやすいんでね、とかしましたよ。で、社会も、地理なんかもね、うちの子なんかも関西であのしてるんで。あの 九州に、まあ、その、両親がいるんですけどね。九州のことは、まあ、割と九州に行ったりとかしてたり楽しくて分かってるんですけど、まあ、東北に知り合いがいないんでね、東北のこと知らなかったりするんですよ。で、意外と東北がまた地理に出たりするんですね。だから東北は、その、あれですよ、あの、旅行雑誌のルルブをね、買ってきてね、こう、そこら辺に置いといたら、まあ、子供たち寝転んで読みますよね。ルルブも旅行雑誌ですから、食べ物とかいっぱい出たりとかするんですけど、でも、お祭りとか、あの、そこの伝統工芸とか、いろいろ出たりするのが写真でね、 もう資料集はもう写真がちまっと出るんですけど、もうすっごく大きく出るんですね。で、それでその伝統工芸で作ったものが何々いくらとか出たりして、お土産にとか書いたりすると子供もなんか資料集より身近に感じられるんで。 結構、ルルブはね、いろいろそこらへんに散らしときました、で子供たち寝転んで、こみるみたいな、そなんか受験すんだら行きたいねみたいなことをね、地理はなんかそんな感じでやってました、歴史は歴史漫画をね、そこらへんに置いといたら、まあ、ゴロゴロしながら漫画をね、あの暇つぶしに見てました。 まあ、あとだから公民はね、もう公民覚えるしかないよね、めんどくさいなみたいなで、公民ってね、なんでこんな覚えるのめんどくさいのって、特に地方自治ってめんどくさいんですよあの、なんか有権者がどうのとかね、なんか非選挙権がどうとか、なんか例えばリコールするときに何番、何分の何、何分の何、めちゃめちゃうっとうしいんですよって、子どもたちと、なんでこんな細かいかなみたいな、そうすると、市長をリコールするとか、辞めさせようとかするときの手続きとか、なんかめんどくさいんですよね。 でみんなでこんなめんどくさいからみんなあの市長悪いなって思ってもやめさせるのめんどくさいから。 まあやめさせないんだね、みたいな。なんかやっぱり、そこら辺がね、こっちの子を、あの、私たちが動かないようにしてるかなんかしてる、結構悪どい法律がいっぱいあるよね、みたいなことをね、言ったりとかすると、子供もまあ分かったりとか、まあそれのまあ覚えたりとかね、するとかしますんでね。まあそういう話とかしながら、社会にはちょっと一応、でも社会はね、やっぱりやってほしかったんです、私。苦手とはいえ、社会を知っとくしとかないと、やっぱり世の中のことが分からないのでね。 一般常識として、小学校の社会は、ね、覚えてほしいなと思ってたんで、あのそこら辺はね、なんかわりと、まあ、あの苦手と言いつつ、わりと時間かけてやってました、でも親がやらないとやらなかったかな、だか結構手伝いましたよ、社会は。はい